こんにちは、こんばんは、アマグリです。今回はこちら、非常にカラフルなスタジオからお送りしています。皆さんはここがどこだかわかるかな？正解は、ジャパパさんの専用スタジオです。なんで私がそんなところにいるって？実はこのスタジオ、私がジャパパさんから依頼を受けて作成したものなんです。私が作成したと言っても、この鉢はジャパパさんの作ったものだったり、こちらはジャパパさん専属絵師の猫さんが作ったものだったりと、ジャパパさんたちのテイストが盛り込まれたものになっています。子供の好きそうなものをごちゃごちゃに詰め込んだスタジオが欲しいと頼まれて作成したのですが、子供番組感を出せてるかな？個人的には結構気に入ってます。ジャパパさんが全然動画更新してくれないからまだ日の目を見てないんだけどね。はい。というわけで、本来ジャパパさんに頼まれていたのはこちらのメインスタジオだけだったのですが、サービス精神の神である私はついでにいくつかの特殊セットをくっつけて、このワールド全体をテレビ局のようにしちゃいました。その部屋数なんと、30部屋。今回はそれらをさらっと紹介していきます。アマグリ建設。まずはこちら、美術倉庫。ここは撮影でよく使いそうな小物関係を収納しておく場所ですね。とりあえずジャパパさんのよく使いそうなものを適当に置いておきました。うんこ？彼はよく使いそうだよね。続いて美術倉庫の向かいには男子トイレ。メインスタジオの近くだから収録中にトイレに行きたくなっても安心だね。頻尿にも優しい作りになっています。そしてその隣が女子トイレ。うん、ここは入ったら怒られそうなので匂いだけで我慢しましょう。ここは楽屋1。出演者が待機するのに使います。撮影用の衣装が用意されていたり、心を落ち着かせるためのお茶が置かれていたりします。隣の部屋は楽屋2。構造は全く同じですね。そしてこちらが倉庫、金床や作業台で撮影に使うアイテムを作ったり、そのアイテムを保管したりできます。シュルカーボックスで色分けしているので便利ですね。ここが楽屋さん。ここも作りは同じなのでさらっと。ここがエレベーター。その階の説明が書かれています。はい。次はこっちの道に進みましょう。特殊セットです。まずは地下鉄車内。移動中のシーンや、電車内の茶番などで使えそうです。電車じゃなくて地下鉄にしたのは、窓の外を作るの画面と、気にしないでください。車掌室も作っています。操縦用のレバーがあって、奥には線路が続いています。そろそろ次のセットの紹介に移りましょう。セット数がかなり多いので急がないと動画時間が長くなってしまいますからね。さすがに、30分とかになると2本に分けますが、基本的には1本で終わらすつもりです。このセットは教室。学校系の茶番は人気が高いので、結構需要があるのではないでしょうか。生徒目線だとこんな感じで。先生トイレ。先生はトイレじゃありません。先生目線だとこんな感じ。机の数とロッカーの数が少し合わないのは目をつぶってね。あくまで目的は撮影用セットなので、基本的にセット内のどの位置からとっても邪魔なものが映らないように気をつけて作っています。この真っ暗な道も、セット外の廊下を映さないようにするための工夫です。次のセットは教会。これは結婚シーンや懺悔シーンで使えると思います。ちょっと待ったー、みたいなの一度流行ってみたいですよね。リアルでやったら普通に祝福ムードぶち壊すので最悪ですが。そういう、リアルでできないこともマイクラ内でならできるから楽しいよね。ただ、マイクラ内とはいえ他のプレイヤーに迷惑のかかることはやめようね。みんなで楽しくマイクラしよう。ここもトイレ。トイレ。はい。右に曲がるとエレベーターホールがあってその奥にさらにセットが続いています。このスタジオは結構広いので、セットを使った撮影以外にもスタジオ全体を使ってかくれんぼとかも楽しいかもしれません。続いて紹介するのはカラオケセット。ここは個人的にかなりお気に入りのセットですね。まずはフロント。某カラオケの館にそっくりですね。カウンターの奥にはスタッフ用の事務所があります。更衣室がないってことは、バイト同士で無夫な展開があるかもしれませんね。羨ましい限りです。ここがカウンター。料金説明などをするところですね。ドリンクは何にいたしますか？続いて個室を覗きに行きましょう。こちらが通常の部屋ですね。1から5人くらいを想定しています。
隣の部屋も少し形は違うけど通常部屋。ドリンクバーがあって、ここも通常部屋。そして最後が宴会用の部屋です。団体でのご利用を想定しています。ここで少し私の歌唱力をお見せしましょう。いい日旅立ち、夕焼けを探しに。はい。どうだったかな、私の歌唱力は。あと1ヶ月もすれば昭和が2つも前の元号になるって考えると感慨深いですね。あ、私は平成生まれだよ。次のセット。はい。ゲームセンターです。カラオケからのゲームセンター、学生にとっては鉄板かもね。クソ、気の喧嘩。ガチャは実際に引けるようになっています。UFO キャッチャー。これはさすがに動かせないけどね。そして太鼓の達人。格闘ゲームに、虫キング。ドーム型のクレーンゲームに。コイン両替機。恐竜のコインゲームに。スロットマシン。そしてプリキ。このプリキは中がグリーンバックになっているので、このように実際にスクショを取って加工することができます。緑スキンの人は注意だね。こっちのプリキも同じ。ここで取ったプリを切り分けましょう。ゲームセンターも個人的にお気に入りのセットですね。スペースの都合上あまり大きくないのが残念ですが、隣のセットが大きすぎたので仕方ないです。というわけで隣のセットへ。こちらは体育館です。全校集会だったり、スポーツ系の企画などで使えると思います。この時期だと入学式とかもありかな。もちろんステージの上にも登れます。校長先生の話ってなんであんなに長いんでしょうね。先生の喋っている間は座っちゃダメって学校だったのできつかったのを覚えています。せめて先生の喋っている後ろのスクリーンにトムとジェリーを流すなどの飽きさせない工夫をしてほしいものです。はしごを使って上に登ることもできます。まあ、今回は時間がないので登らないけどね。続いてのセットは裁判所。これも茶番系で使いやすそうですよね。入ったらすぐ傍聴席があって、その奥に裁判官や被告原告人の席があります。裁判官、私はヒカキンさんの OP をパクったことなどありません。嘘をつくな、どう見てもパクリだろ、知らなかったじゃ済まされないぞ。静粛に、被告人アマグリを、オープニング丸パクリの罪でネザー送りの刑に処す。ここのカナドコで名前を変えるとそれっぽい音が出ます。このカナドコはジャパパさんのアイデアです。ジャパパさんはバニラブロックを活かすのがうまいよね。このスタジオを作る上で、マイクラっぽさを残すように相手コマンドなどは最小限に留めています。そっちの方が見てる人も真似しやすいしね。続いては会見場。これは過去にこちらの動画で使用しました。まだ見ていない方は見てみてね。私の動画の中でもトップレベルの勢いを誇る動画です。これを見て登録してくれた方も多いのではないでしょうか。次のセットは飛行機の機内。ここはジャパパさんと二人で建築しました。ボーディングブリッジを通って、機内に乗り込みましょう。ここはトイレ。空の旅には必要不可欠だよね。そしてここが座席。エコノミークラスです。ちゃんと荷物も預けられます。移動中のシーンで使えそうですね。そしてここのコンクリートの奥にはファーストクラスが隠されています。あれ、ファーストクラスってこんなんだったっけ？壁がギラギラしてるし、室内プールまで完備されてる。誰がこんなの作ったんだろう。とりあえず、こんなファーストクラスは現実味がないので隠しておきましょう。みんなも見なかったことにしてね。これで、1階部分のセットはすべて紹介しました。あ、言い忘れていましたがこのスタジオは3階建てです。と言っても、2階3階は1階ほど広くはないんだけどね。サイズ的にはちょうど1階の半分くらいかな。ここの通路はメインスタジオに繋がっています。ただいま。さてさてそれで歯2階へ上がりましょう。アマグリ建設。向かって左が上りよう、右が下りようになっています。ここら辺はコマンドで処理しています。はい、2階到着。一番手前にあるこのセットは地下バーになっています。
大人っぽい落ち着いた雰囲気に作りました。こういうところに座って、マスター、いつもの、って痛いよね。まあ、私がマスターだったら痛い客が来たなって鼻で笑うけど。厨房も覗いてみましょう。シャカ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 。どうですか、マスターっぽい。やだなぁ、そんなに褒めたってバランタイン30年しか出しませんよ。バランタイン30年、一回しか飲んだことがないんですがめちゃくちゃ美味しいですよね。私の視聴者層にウイスキー好きがいるかは怪しいですが、成人の方はぜひ飲んでみてください。次のセットはプールです。このセットはスポーツ系や水着会に使えると思います。シリーズものに水着会は必須だよね。1.13 以降泳ぎが追加されたので実際に泳ぐことができます。水中視点もなかなかそれっぽくできてるよね。飛び込み台から飛び込んでみましょうか。超気持ちいい。次のセットへ移動しましょう。エレベーターへ戻って。反対側の通路へ。ここは旅館です。修学旅行などのシーンで使えると思います。中に入ると、右に洗面所とトイレ。奥に部屋が広がっています。このテレビも過去に講座を出したよね。この引き出しには雪が入っています。何のためにって。このように敷くことで敷布団っぽく見せることができます。これもジャパパさんのアイデアです。まあ、寝ることはできないんだけどね。続いては特撮スタジオ。ウルトラマンなどのセットのイメージですね。ですがこちらのセットは特撮物を撮るというよりは、特撮物を撮っている様子を撮るときに使うのを想定しています。まあ、簡単に言えばカメラマンやスタッフ視点の茶番を撮るとき用ですね。あまり自由度はないかもしれませんが、スタジオっぽいので採用しました。続いて研究室。これ本当はコマンド紹介系の動画を撮るときに使おうと思って自分用に作ったんですよね。ただ、その動画をアップする機会を逃して、もったいなかったのでスタジオに入れました。実験系や発明品紹介などで使えそうです。続いて紹介するのが銭湯です。脱衣所やサウナも完備しています。まずは脱衣所。ここには使用済みタオルを入れてね。風呂に入りましょう。洗い場がこんな感じで。浴槽はこんな感じ。そしてサウナがこんな感じ。温度計が消えていたのでつけました。ゆっくり温まりたいところですが時間がないので次。2階も残すところはあと1部屋です。はいこちら、保育園のセットです。全体的に可愛い感じに作ってみました。ここが小さい子が遊ぶコーナーですね。ブンブン、車ごっこは楽しいなぁ。はい。なんか悲しくなったのでやめます。3階へ登りましょう。3階へは階段を使って移動したいと思います。階を移動するルートが2箇所あって、循環できるようになっているので鬼ごっこなどでも使えますね。ここのエレベーターは常に閉じているので利用できません。3階は部屋系のセットが多めです。部屋も色々な場面で使えるので、汎用性は高めなんじゃないでしょうか。はい、1つ目の部屋はこちら。こちらの部屋はシンプルな男の部屋をイメージしています。年齢で言ったら大学生くらいですかね。机にパソコン、本棚にベッドと、非常にシンプルです。こんな部屋に猫ちゃんと暮らしたいですね。続いての部屋は女の子部屋。正直、私の知人にはこんな乙女チックな部屋に住んでる人がいないので完全にイメージで作ったのですが、ちゃんと女の子部屋に見えますかね。
こんな可愛いお部屋、良いとは思いますが男の私からしたら落ち着かないですね。というわけで次に行きましょう。次の部屋は、金持ち一人身男性の家をイメージしました。高層ビルの最上階的な、社長さんとかが住んでそうなイメージです。商談やセールスの場面とかで使ってもいいかもしれません。まあ、マイクラ茶番系動画で商談シーンが出てくるのかは微妙ですが。ボスの部屋っていう設定もいいかもね。続いては病室。大きなベッドにテレビ。このセットが4つ置かれています。このセットには少しギミックが仕組まれていて、こちらのドアから中に入り、対応する位置のベッドに寝ると病室のベッドに寝ることができます。試しに右奥のベッドに寝てみますか。ほらね、ちゃんと病室にテレポートしました。別プレイヤー視点でもこの通り。次のセットに向かいましょう。次はホテル。この奥がホテルの廊下になっていて、一番奥の部屋が撮影セットになっています。バスルーム。お茶にチェスト。化粧台。ふかふかベッド。ジャンプするとちゃんと弾みます。だいたい2人から3人部屋ですね。3人の場合はベッドメイキングをする必要がありますが。ベッドだけに、続いてのセットはアパレルショップ。駅などに入っている小さめのショップをイメージしています。T シャツ類がぶら下がっていて。こちらにはレジ。そしてこちらに試着室があります。なんとこれらの服はすべて右クリックで取り外しが可能で、実際に試着することも可能です。もちろん右クリックで戻せます。売ってる服もすべて同様に取り外し可能。お待たせ、どうかな、似合ってる。そろそろ撮影も長引いてきて小腹が空いてきたね。何か美味しいものでも。お、こんなところに回転寿司セットが。はい。次のセットは回転寿司です。壁にはメニューが貼り付けられています。私が好きなネタはサーモンですかね。必ず最初と最後に頼みます。職人目線だとこんな感じ。ところで、この湯飲みの隣にある蛇口のようなものって何に使うんですかね。誰か教えてください。次が最後のセットになります。最後のセットも個人的にはお気に入り、ライブハウスです。ちゃんと PA 卓も用意しています。PA さんはライブには欠かせない存在ですからね。バンドマンは頭が上がりません。そしてステージ。ベースアンプに、ギターアンプ。これが本当の骸骨マイクだね。そしてドラムセット。ハイハットペダルにキックペダル。キックペダルは動かすとバスドラの音が鳴るようになっています。レバーを動かす音がうるさすぎてバスドラが聞き取りにくいけどね。ドラムセットからの景色も最高。実況者歌うま選手権とかもやってみたいですね。甘栗建設。というわけで、全30部屋もある撮影スタジオのご紹介でした。もともと頼まれていたのはメインスタジオ部分だけですし、さすがにデパパさん一人で30部屋も使うことはできないでしょう。というわけで、こちらの甘栗スタジオを動画に使いたいという方がもしいれば Twitter の DM にご連絡ください。サポートやファイルのやり取りなどの都合上手間がかかるので、全員に送るわけにはいきませんが、数名にテスターをお願いするかもしれません。応募が多ければ当選者以外の方の連絡は返せないかもしれないけど許してね。それでは。